い、おはようございます。おはようございます。チョコバランチューとそしてですアーティスティックの旅。イエーイ。現在この旅では白木谷国際現代美術館、それからお宝屋敷大豊の2軒行かせていただきました。そちらの動画も上がっておりますので、ぜひチェックしていただけるとありがたいです。3軒目はね、まあ、ちょっと休憩ということでカフェに行こうかなと。お、カフェ。はい、一旦芸術的なものとは休憩してちゃんとご飯取りましょうよと思いきや、はい、そのミシシッピカフェの外装がこちら。うわー、すごく特装的。3カ所目の場所はカフェミシシッピでございます。まずネットの評判がすこぶる高い。めちゃめちゃ料理が美味しくて、お店をやられてる方がアーティストの側面を持ってるらしく、なるほど、アトリエなんかもあったりするみたいな、ね、ああいいっすね、うん、ミシシッピカフェ行きましょう。はい、行きましょう。せーの、じゃらん。窓で丸罰ゲームする。こちらが入り口です。はい、しつけの悪い親と子供は断る。いけ、チュンとか入るんけ。誰がしつけの悪い子供じゃん。さっき入っ一周入ってみたんですけど、内装がすごいんですよ。これは違う感じの芸術よね、ほんとね。奥にも部屋があるみたいな。奥はね、ここがね和式っぽいんですけど、はんにゃはんにゃ、やめなさい。これすげえ、雰囲気すげえ、面白い。あそこ、これしかっこいい。持つよこれ、俺とひとしで持つぞこれ。絵がどんなにもないこと喋ってても、これマジでいいんだよな。俺、小学校の時の25メータープールで、平泳ぎを覚えた。ちょっとだけ掘り下げたくなるやつ。俺、平泳ぎを覚えた瞬間なんて覚えてないよ。あ、覚えてるから。はい、はい、ありがとうございます。どっちがどっちか。僕はチキンの方です。はい、そう。インジョージとガッパン。ありがとうございます。ガッパン、ボリューム。うまそうでしょ、湯気が。うまそう。湯気が美味しそうでしょ。匂いが殺しに来たら俺らは。チキンジョージプレート。チキンジョージ。スパイシーな四万十鶏と野菜のグリルですね。それからマッシュポテト。それでサラダ、ライスのワンプレートで出るというか。おお、いい半熟具合で。あの卵の半熟と相まって、お肉のこの味付けがまたねスパイシーで美味しい。チキンジョージプレゼントできます。いただきます。香りが、あうまそう。めっちゃいい匂い。うまっ。あ、いいね。何にでもグリル、うん、柔らかい。うまそう。これだいぶ外暗なってきた。そうや、だいぶこっちも映らんことになってきた。広い。広いね。あ、目つぶって、目つぶって、はい、はい、目上げて、はい、うおー、うーわ、うーわ、めちゃめ、あ、回すんですね。はい、赤右足、赤右足。あ、すごい、作ってるんですね。はいはい、
あ、迷路白あっちまで行くな。あれゴールですね。俺は終わらねえ。あ、ゴールいけるんじゃない。はい、終わった。これは完全終わった。そうそうそう。アトリエの神様、アトリエの神様トイレにいるんですか。何がトイレの神様一番偉いらしいの。どうしよう。この広い場所を見つけて。さあ、なるほど、ここで遊べるね。遊びまくりすぎでしょ、これは。だから都会の人がいいじゃん、だったら喜んでくれるね。うん、どこ飛びかな、これどう思って。本気じゃなかったら集まるよ。旅の最後にこんなにアートに触れると、なんか言葉が出んよ。なんかね、言葉にしたら嘘くさくなりそう。あと、うん、もう一個作りたいこと。はぁ、これもう一個ですか。全然違うタイプな。全然違うことで。ああ、違うことで。もっとかっこよく、もっと渋く、もっとシンプルにやりましょう。いや、かっこいい。いや、あんま遠くいや。動画にしきれん、なんかその部分みたいな感じのよね。現場の空気感というか、雰囲気というか。ミシシッピカフェでご飯食べてた時もあったけどね。そう。帰りますか。帰りますか。油断したらずっと違うから。最後までご視聴ありがとうございました。圧倒的芸術でしたね。いや、ちょっとこれは俺らの芸術感性がもう、それはそれはもう計り知れなく上がったんじゃないですかこれ。ただただ、うん、これすげえ夢見るだろうなと思ったよ俺も、うん、でも爆睡で何も覚えてない俺も。次回の動画見たらチャンネル登録もぜひよろしくお願いしま す, ます。チャンネル登録者1万人に向けて申し進しております。チャンネル登録の方を何卒よろしくお願いいたします。ブイ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 。初めて聞いたけど、そのブイブイってやつ。あ、チャガマランポーズしてる。ブイが2個でしょ、こことここに。あ、なんかダサい。でもおい、ブイブイ。